キチャンネル。ちょこんにちは。さあ今日は福岡ソフトバンクホークスサバイバルポジションということで、はい、まあ、逆襲のホークスだからね、うん、まあいろいろ問題はね、たくさんあったけど、うん、ね、どうなってんのか分かんないけど、はい、このキャンプ中にはね、うん、まあもうにこやかに練習してるやろ、はい、ね、いろんな選手は、うん、でもどうなんやろうな、ソフトバンク、はい、まあ、キャッチャーは甲斐で、うん、ノーサバイバーでしょ、まあ、そうですね、うん、ファーストは山川、はい、ノーサバイバーでしょ、確定ですね、でセカンド三森、はい、ノーサバイバーやろ、うん、でサード栗原、はい、ノーサバイバーやろ、でショート今宮、はい、ノーサバイバーだろ、決まりですね、うん、おでレフト近藤、はい、ノーサバイバーだよね、でセンター牧原、うん、ノーサバイバーだよね、はい、でライト柳田で、うん、ノーサバイバーだよね、もうガッチリですね、で DH ウォーカー、はい、もう決まり、もうこれで決まりやろ、決まりですね、うん、外れる要素一人もないんじゃないですか、だから中村晃が補欠だね、あ、そうですね、うん、中村晃、周東が補欠やな、うん、もう周東選手、柳町、去年あんだけ頑張ったけど補欠、うん、もう何も言うことないぐらいがっちりですね、ね、まあでも怪我しなければっていうところありますけどね、するからね、はい、でもあの下は終わりだよ、うん、あの変えないからね、はい、いでも変えた中で頑張ってたじゃないですか去年、でも結局ギリギリ3位やで、下手したら4位やで、はい、でしたね、うん、うん、途中12連敗もしてるしね、はい、だからまあね、 FA でも補強したから外国人も含めて、うん、だからもう外野なんかあったら柳町ね、はい、で周東ね、うん、っていうところが、うん、多分バックアップね、はい、あと生見とかね、うん、でなると思うんだよね、はい、正木か、正木投手、あの選手、うん、で内野もし何かあったら周東ね、うん、で、あとは野村勇とか川瀬ね、はい、うん、井上ね、はい、あ、うん、まあでもそんな感じだよな、だから能サバだね、能サバですね、元気にある限り、うん、うん、3位だけど能サバ、はい、うん、うん、でもどうせ怪我に出るからね、まあなんかね、うん、揃いに揃って元気ってことないですもんね、キャッチャーも能サバは寂しいよな、うん、カイドあの打率の低さでな、そこら辺がいないのがカイの能力がもう一つ上がらないとこなの、結局は出れるからね、はい、そりゃそうだよね、だってもう対抗いないもん、うん、でも人はいるんですけど全然やっぱり対抗になってこないんですね、で結果出せへんやん、だって下位、うん、に足りないとか打撃じゃん、はい、で他のやつ誰か打ちゃ試合出れると思うんだよ、うん、で打たへんからな、うん、まあなかなか苦しいよね、はい、でピッチャーね、はい、先発、まあ、東浜、うん、石川で大関、はい、でボイネロをなリリーフにって言ってたもんな、人がいないから、あと先発にですね、いやいや、リリーフになってもらうように会談するって言って、小室監督から、そうなんですね、うん、で本人も、うん、リリーフやみたいな、なんかコメントしてたから、ちょっと後ろが、その会のがいなくなったから、はい、ちょっと後ろの予定が崩れたって言って、あモイネロを後ろに、うんうん、あの先発やめさすんちゃうかっていう、それを話し合うって言ってたんですよ、そうなんだ、うん、で、和田でしょ、和田、はい、有原投手、あ、有原ね、これぐらいか、確定は、そうですね、先発は、うん、ね、別に坂東とかも絶対確定なわけじゃないだろうし、はい、スチュワート・ジュニアもいないから投げてただけやろ、うん、ね、今で何人ですか、ん、5、あ、5ってことは、あと1枚はサバイバルですか、そうだね、でも見て、ベテランばっかり、うん、32歳有原、石川でしょ、はい、で東山、はい、34歳、うん、で43歳和田、おー、43か、いや、これはやっぱりそれはきついな、うん、もう誰も伸びてきてないって感じだもんね、本当ですね、うん、若いやつは、で大関の27歳でしょ、うん、やっとっていう感じで、1、2、3、4、5、でここからだからまだ藤井もリリーフなのかな、リリーフだろうな、甲斐野もいなくなってね、うん、だから坂東、スチュワート・ジュニア、うん、あと誰先発候補ですか、笠谷、うん、あとは岩井村田、ルーキー、あー、明治の村田くんとかと、うん、あと名城か、あ、名城の、うんうん、村田は先発タイプだよね、そうですね、でも岩井はリリーフタイプのような感じするような、はい、いや、やっぱ先発苦しいな、いや苦しいですね、どう考えてもね、うん、で、リリーフだからオスナでしょ、はい、オスナ、モイネロで、藤井、うん、松本、はい、田浦、うん、又吉投手はどうだったんだろう、怪我でしたもんね、うん、あとつもりね、うん、あ、そうですね、去年大津投手もそうだね、防御率もすごい良かったですけどね、うん、そうなんで、そこにあとはだから又吉なのか坂東なのか、うん、ね、
まあ、モイネロがリリーフになることによってちょっと厚みは増すよね、うん、モイネロ前だったらきついよな、うん、リリーフが。まあでもやっぱりちょっと投手陣きついな、ちょっと週末まあ甲斐のいなくなったらきついな、うん、ぶっちゃけね。これやっぱこう見てもどう考えてもプロテストからプロテクトから甲斐のが外れたとは思えんな、うん、100% 入ってたな、はい、で吸ったもんだがありまして甲斐のになったんだろうと思うけど、うん、はい、やっぱ投手陣きついな、うん、やっぱオスナとモイネロにおんぶに抱っこやな。で松本富士が前でフル回転やな、つもりと。でもやっぱり先発に若手が全然いないっていうのがすごい気になりますよね。リリーフも若手ほぼおらんで。あ、確かに代々もう25歳未満でっておらへんもん。いないですね。田浦ぐらいか、25歳ちょうど。うん、若手が全然伸びてきてないな。いない、確かに。そう考えると、うん、特にピッチャー本当にいないですね。ベテランにおんぶに抱っこやもんな。でもあれだよ、うん、あの野手もベテランにおんぶに抱っこだよ。槙原32歳、今宮33歳、甲斐32歳、うん、中村明35歳、柳田36歳、近藤31歳、うん、だからね、あ、ほぼほぼ30オーバーですね、うん、だから栗原の28歳、うん、だから三森が25歳、うん、そのぐらい。だから三森と栗原だけあんな、うん、そうですね、うん、20代、うん、全30代だよ、うん、危ないよな、これちょっとやばいな。ちょっと偏りがありますね、うん、でこういったところが多分、うん、いやホークス強いなって思われなくなってるところやな、うん、あとやっぱこのでどんどん怪我人出てくるからね、はい、晩年に、ね、なってくるとね体力も落ちてくるし、うん、で若い選手を突き上げないし、はい、これはちょっとひどいな。そういったドラフトスカウト大問題って言われちゃうよね、はい、まあ、この間のスカウトの、ね、動画で結構、うんうん、わかりましたけど、うん、なかなか先発のドラフト1位っていうのがね、東山投手以降いなかったですからね。そうだ、ドラフト1位で頑張ってんのだって東山と松本、甲斐の投手もそうでしたっけ、うん、甲斐なんですね、うん、でももう甲斐の田中さんいないからね、うん、そうですね、うん、あと和田、うん、いや厳しいなこれは。やっぱりちょっとベテランだからもう、うん、昔取った亀裂塚じゃないけど黄金期を支えた人たちにまだすがってるから危ないね、はい、あの上昇の時の人たち、若手の付き合いが全くない、うん、何のためのこの育成大量保有の4軍制度なんだっていうところになってきてるよね、はい、うん、ノーサバイバーだけど野手は、はい、ちょっと危ないね、この年齢構成が、年齢構成ちょっとどんどん上にね、だから若手の付き合いが必要だから、はい、そこら辺でちょっと世代交代していかないと、うん、で今はまだいいかも分かんないけど、うん、これあと3年ぐらいしたらやばいかもしれない、ね、確かに3年後ぐらいが怖いですね、うん、かなり怖い、副作用出てきそう、うん、正直ね。その今年は今ハマってる人たちが頑張ったら、うん、なんとかなる、強そうな気がするんですよ、うんうんうん、なんとかなるけどね、うんうん、正直、はい、ちょっと危ないね、未来が怖いですね、うん、怖い、うん、だからそういったところでやっぱ若手の突き上げと、うん、あと中村晃がどうすんだやろうっていうね、はい、ね、うん、ウォーカーが守ることはもう絶対ないと思う、うん、正直あの守備だったら、うん、だからウォーカー絶対 DH じゃん、DH、でもしウォーカーが DH 出ないんだったらもう補欠やん、うん、山川ファーストやん、はい、で外野はもう近藤、牧原、柳田で決定やん、うん、外れないでしょうね。じゃあ中村晃代打やな、うん、これだったら西武に行ってもよかったんちゃうな、ね、うん、正直レギュラーやで余裕で、うん、ここぞの一発とかあるしな、うん、怖いですからね、うん、バットコントロールもあるしな、うん、いやらしいからな、はい、相手からしたらあっさりしてないし嫌だろうけど、うん、出るとこないな、ない、うん、はい、かウォーカー補欠にするしかないね、うん、あとあのホークスの問題点は、はい、あの柳田ずっと元気ですよねっていう結局どっか痛くなるやん、うん、で走れなくなったりするやん、はい、うん、その時に去年も DH と守備半々ぐらいなんだよね、はい、出場したのが、はい、だからそこで休憩あったじゃん、うん、今年休憩ないよ、DH ないから、おー、ウォーカー守らされへんやろ。まあでもどうにかウォーカーにも頑張ってもらうっていう守備、はい、無理だね。どうにかもうそうやったらジャイアンツで頑張れてるから、そうですね、うん、ジャイアンツはそうですね、うん、うん、それかもう中村晃が外野守らして柳田 DH で、あ、まあまあそれもありますよね、うん、しかないもんな、うん、ウォーカーを外すしかないね、うんうん、こう何気に DH 誰使うかによって結構1年間のマネジメントめっちゃ難しいと思うんです、うんうん、しかもあとウォーカーが爆当たりしたらずっと使わなきゃいけないから、はい、それによって体力低下してきて、うん、バッティング成績落とすっていうことも考えられるもんな、うん、あと近藤とかもな、はい、DH とか回ってたからな、うん、ここのマネジメントが試されるな、国保監督も、うん、DH に誰を使ってウォーカーがどれぐらいの活躍するか、ウォーカーが活躍しなかったら簡単になるんだよ、はい、あの中村と近藤と柳田を回せばいいだけだから、うん、ね、
あと山川とか、うん、守備につけない人が続出したらやばいですね。やばい、かなりやばい。かなりやばいですよ、ね、うん、みんなどこか痛いみたいな、うん、だから一歩間違ったらウォーカーがガンになる可能性あるね。でこれ嬉しい悲鳴でウォーカーがめっちゃ打ったら、うん、崩壊する可能性ある。逆にね、逆に守れませんみたいななったらね、うん、危ないよね、うん、まあ、打つに越したことはないんですけどね、うん、やっぱり今年のホークスは結局毎年一緒で、うん、元気かどうかだけが鍵やな。そうですね、うん、あとは DH の使い方とマネージメントやな、うん、野手は全員元気だったらやっぱ強いんですよね、うん、多分ね。であとはピッチャーは本当に25歳以下の若い選手たちがどこまで出てくるかだね、うん、まあ本当に出てこないとやっぱ3年後ぐらい怖いね、うん、だそこら辺がキャンプのね見るとこかなと思います。はい、はい、はい。